皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。スーパーで辛いフリートスを買ってきました。こちらも辛そうだし、見たことがない辛いお菓子です。それはこちらです。フリートスフレーミングハットの紹介です。フリートスのフレーミングホット、フレーミングホットはよくチートスとかで見ますけど、フリートスのやつは見たことがありません。こちらの色も真っ赤っかですね。こちら3ドル79セントって書いてありますけど、スーパーではセールをやっていましたね。自分が買った時の値段は2ドル70セントぐらいでした。日本円で290円ぐらいです。後ろはこういう感じです。後ろの方ではフレーミングホットのことが書いてありますね。燃えるぐらいの美味しさって書いてあります。こちらもコーンチップスですね。すんごい赤い。コーンチップスの香りは結構します。それではいただきます。これはかなり美味しいです。辛い味もするし、ちゃんとコーンチップスの味もします。辛い&しょっぱいですね。本当にフレーミングホットっていう感じがしますね。ヒリヒリするし、ヒートアップも抜群。美味しいからノンストップに食べちゃうんですよね。本当にバランスがいいですね。口の中が燃え上がっています。マジでデリシャスだ。点数は100点満点です。スパイシー感がいいし、コーンチップスの味もちゃんとします。うまさも完璧です。パッケージに書いてある通り、やけどしたみたいな感じがしますね。これはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。好きになってしまいました。フリートスフレーミングハットの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。